はい、今日の一品です。まずはキュウリの外側をデコボコしたところを取って、一度洗います。そして端っこを半分に切り落として、種の部分を取っていきます。お弁当に入れると水っぽくなるので、種の部分は取ってから、スライスしていきますね。これを塩もみして、水洗いをして水分を切っていきます。その間にソーセージをボイルしておきましょう。そして、水をギュッと切ったきゅうりですね。そしてじゃがいもの皮を剥いて、大きなじゃがいもですね、これを適当な大きさに切ってレンジでチンしていきます。していきますね。そしてマッシャーで潰してきゅうりと混ぜていきます。はい、あとはマヨネーズと、塩コショウを少々ですね。これで味を整えていきます。はい、今度は生春巻きの皮をぬるま湯に浸して戻していきますね。そしたら真ん中辺に薄くポテトサラダを広げて、はい、先ほどボイルしておいたソーセージを2本くるんと海苔巻きの要領で巻いていきます。途中で端っこを折り返して、はい、これであとはカットすれば完成です。ポテサラ生春巻き、お弁当にどうぞ。